渓谷展望台ライト北近市の帳場はい、あちらの写真のパネルから案内させていただきます。北木島出身のお笑いタレントのお父さんです。北木くんの、はい、それでこのお父さんはコロナが流行るまでは自分の携帯番号をフェリーの中に書き出して、その電話がお父さんに行くと、うん、お父さんが車で迎えに来てやって、まあ、いろんなところを案内してたそうですけど、もう今はコロナの影響でもうやっていません。それで北木市は東京駅、丸の内駅さ、三井本館、日本橋、日本銀行本店、大阪中央公園などなどに使われております。それで通座席材の歴史は明治25年頃から石を取って、まあ、現在至っております。およそ131年の歴史があります。それで最盛期には島全体に採石場が127箇所ありました。もう今はもう2箇所しか残っていません。もう外国の石が、安い石が入っておりますから。こんな展望台の方へ案内させていただきます。まあ、行ってきます。どこが来られた？あ、徳島です。ちょっと展望台上と揺れる設計になってます。はい。うわぁ、こっから見る景色が、高いところが嫌いな人では恐怖を覚えそうなぐらい、ほんまに。うわぁ、ごっついなぁ、高いなぁ。うぅ、今はちょっと水が溜まってね、うんうん、もうそれに深く感じないんですけど、うん、水がなかったらもうだいぶ深く感じます。石を取ってた時は水中ポンプで水を変え出してね、石を取ってました。これで31年かけて石を取ってました、うんうん、まあ、ちょっとその時の作業歌がありますので、うんうん、大割り歌い歌です、うんうん、ちょっと聞いてください。あ、わかりました。聞いてお帰り石やぶしよ、やれこらよーよーいよーい。どうもありがとうございました。すごいちゃんとこのなんかこう舞台の上でエコーも聞いて、山奥がいいんじゃない、いい感じですか。これは3人1組で発泡するときに石に穴を掘っていく作業台です。1メートル穴を掘るのに1時かかったそうです。まあ3メートル掘らなければ発泡作業できないので、まあ3日かかって穴を掘ったそうです。まあその穴も何本も掘らなきゃいけない時がありますから、まあ、大変な作業だったそうです。それで昔は採石場がたくさんありましたから、この歌の上手な人は引っこ抜かれて給料が良かったそうです、すごい、うん、まあ、歌の上手な人が歌うとテンポよく石に穴が掘れます、うんうん、音痴の人が歌うとちょっと叩く人もちぐはぐになりますから穴がスムーズに掘れません。まあこの歌は辛さを紛らわすために歌われた歌だそうです、うん、現地に来な分からん情報だけ、うん、これがこの三人一組でね、終わりの歌っていうんです、良い年を、良い年を、そうそうそう、子供たちがふるさと教育で一緒にやってもらえる歌、うん、あーけど歌ったら軽くなったわあーけどこういう体験できるのもいいですね。いいですよね。こっちに来た気分が、あそこでありがとうございます。昨日は結構来ていただいたんだけど、今日はなんか寂しいわ言って見つけて、あ、いいよか今日はちょっと天気で朝のチロールが出て、さようなら、なんか人も良かったし、